どうも、ドズルです。さあ、今日もですね、キングカップチャレンジやっていきたいと思います。こちらね、ランダムデッキで戦っていくチャレンジモードなんですけれども、実はね、デッキが完全ランダムじゃなくて、6種類の、デッキがこうランダムで選ばれているらしいので、今日はちょっとね、その情報を仕入れてきました。やっぱね、戦いっていうのは敵を知り、己を知れば百戦危うからずみたいなね、故事もあるように、やっぱり自分のデッキだったり敵のデッキを知ることによってね、勝率がぐっと上がっていくと思うので、そちらの情報から見ていきたいと思います。こちら、はい、上からクロスボウデッキ、ホグフリデッキ、レイジバルーンデッキ、そして、穴掘り三重子かな、穴掘り三重子ミラー、そして、ゴレデッキ、ダークライトニング。ダークライトニングちょっと珍しいんですけれども、ダークライトニングにはハット系のね、建物が、さらに追加されるみたいです。で、こんな感じで、デッキがね、ある程度決まっているんですけれども、どうでしょうかね。これ見て、ちょっと注意しなきゃいけないなっていうのが、まずは三重子かな。三重子に対して、こう、有効な呪文を持っていないデッキっていうのもあるので、三重子っていうのは常に、警戒していかないといけないな。相手が穴掘り子持ってたら、特に三重子持っている可能性が高いので、それで警戒していきましょうという話ですね。あともう一つがネクロマンサーが入っているバルーンデッキかな。空に対する対策がね、持っていないデッキっていうのがあるんですよね。例えば、そうだな、どれだろう。ホグライダーデッキか。ホグライダーデッキなんかは、相手のバルーンに対してのね、こう攻撃できるユニットが確実に入ってなかったりもするので、まあ、そういったところでね、ちょっといろいろ考えながら、攻めていこうかなと思います。ということで、早速ですが、早速っていうか結構デッキの話をしていきましたが、キングカップチャレンジやっていきたいと思います。ということで行ってみましょう。昨日よりもちょっと自信があるかな。相手のデッキを知っていると。さあ来い。ホグフリですね、ホグフリ。このホグフリデッキでちょっと注意しなきゃいけないのは、ポイズンとフリーズがあるので、あんまりポイズン使っていかなくていいかなと。というのも、相手ジャイ。ジャイあったっけ？ジャイはランダムで出てきたやつかな。ジャイデッキなかったはず。ホグフリデッキ、このホグフリデッキで気をつけたいのは、フリーズをむやみに使わないことですかね。ポイズンとフリーズって4コス4コスで結構重い。あ、これバルーンだ、多分。相手ネクロマンスター使ってるんで、バルーンで運よくジャイアント捕まえてますね。ここはちょっと、ポイズン右に使って、来ましたね。やはりお前か。ここはやりごぼをあえて残しました。やりごみ残したことによってうまくバルーンを止めろ。 OK、 バイバイ。ちょっと難しいな、これ。でもこういこうかな。あ、しまった、釣れてない。やばい、ジャイアント釣るつもりだったんですが大きなミスをしてしまった。これ痛い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 な、ちょっと。しかもバルーンがまた右から来る感じですかね。ここはポイズン打って、そうだな、バルーンに対してはヤリゴブとアイスウィザードは絶対残しておきましょう。ホグを刺していきたいですね。いけ。ちょっとこれ結構厳しいかもな。フリーズ。オッケー、フリーズが刺さってる。完璧。そしてバルーンも巻き込めてる。オッケー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 。悪くない。刺激入りましたが OK でしょう。これも勝つ方法としては、やばい、レイジ来た。そうだ、レイジが入ってたんだ、このデッキ。勝つ方法としては左も右も守ってって言いたかったけど、ここでやられちゃうか。くー、厳しい。やはり警戒したいのは相も変わらずバルーンなんで、ちょっと右の守りに徹します。さあ、お前はこっちだ。痛い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 。ああ、負けたか。
あー苦しい苦しい、あーやられてしまった。マジかー、これ12勝する気で今日来たんだけど負けてしまいましたね。はいはい、ちょっと普通にガチで落ち込んでおります。いやでもここから7連勝すればいいんでしょ。うん、7連勝していきましょう。うわーマジかー、ちょっとここで1戦目で負けたのはね今日痛いですよ。レイジバルーン、さあうまくバルーンさせていきましょうかね。結構昨日の動画のコメントにはバルーンと当たらない、何回当たらない子とかが、なんていうのかな、バルーンがやっぱ強いんで今回の組み合わせ的にねあまた、あ相手もバルーンだ、これは危険な組み合わせ。ザップ1対レイジが入る。あでも左も結構入ってくれた。 OK、 五分五分かな。レイジが2コスになったんでね結構強いらしいですねレイジ。ここはバルキリーで吸って、あちゃも処理。さあこれ相手右から狙ってくるか。左ネクロマン、お来た、ネクロマンサーを放置してくれればかなりでかいんですが、これどういこうかな。この4枚かなり悩む普段使わない4枚だなこれは。右からバル、相手はジャイです。が全然ダメ、もったいない、ちょっと待ってこれやばい。やばい、結構ダメージ入りますね。うわーちょっとやばい、これ2連敗あり、2連敗見えてきた、2連敗見えてきたよ。よしここは絶対勝とう、ここで2連敗しちゃったらダメ。よし相手ファイアーボール、ファイアーボールじゃないファイアースピリット使ったんでバルーンに対しての対策が弱くなっているはず。ここは一気に左から決めていきます。レイジバルーンお見舞いしてやるぜ。あちゃ相手もポイズンなどは持っていないはず。右から行こうか。さあ行け、オッケー、ファイアースピリット刺さった、完璧。さあそしてガゴ守る、守ってくれお前ならできる。オッケー、よし行け、みんなここはレイジパワー。ああ入らない、さあどうだ、さあどうだ、オッケー、あうまい、今のはうまい。さあどうだ、オッケー、右入らない、オッケー、危ねえ今実況忘れてましたが右をなんとか守って左を落としました、危なかった。いやこれねキングカップチャレンジ想像以上に面白いですねはじめランダムデッキ何それみたいな感じで思ってたんですけど、さあ、あ初めてのごめんなさい、ダークライトニングですね、初めてのダークライトニング。このデッキはハット系が多分入ってるので、入ってた今、あ相手またバルーンだ、マジか。ここはねライトニング打ちます。今ねネクロに対してアーチャー打ったんですけど、アーチャーいらないですね。あハット系にこれが来ました、オーブン、おドラゴンか、これドラゴンプラスのあれはきついっすよバルーンは。ここはちょっとこうやってお、メガゴいる、サンキュー、サンキューメガゴ、痛いな、痛いけどメガゴがいるのはでかい。よし何ピットたりとももう倒産、アッチャが強いですよね。よし名のごとくやっぱダクプリからいきましょうか、ダークライトニングなんでねこいつを使っていかないと。
あ、これネクロか。ネクロにはライトニングお見舞いしよう。お決まりの。ここは入らないか。突撃。オッケー、ナイス。素晴らしい。おお、オーブン。ガーゴイルとか結構入りますね、ダメージが。よし、若干逆転したかな。しかもこの3体がいるんで、結構ね、今回は自信ある。ライト、バルーンデッキに対して。悪くない組み合わせなんじゃないかなと。さあ、来い。いいっすよ、オッケーオッケーオッケー。ここでレイジを使ってくれた。あ、一撃入るか。あ、入ってしまった。もったいない。痛いな、結構。レイジだと入りますね。やばい。勝てる自信があるとか言っといて、勝てない説浮上。痛い痛い痛い。マジか。いった。さあ、どうだ。オッケー。レイジ状態のメカゴが。オッケー、ナイス。強い。メガゴ強い説。残り17秒。あ、うまい。あ、入りましたね。残念。よし、ここは結構ね、ランバージャックのレイジがさっき思ったより効いたんで。よし、中間からのバルーンを警戒しながら。オッケーオッケー。いい、つかめてきた。ダークライトニングのテンポをつかめてきた。オッケー、ナイス。ランバーいけ。オッケー、ランバーが弾けて、そして決めていく。素晴らしい。これ相手嫌だろうな、相当。さあ、レイジ状態もバルーンは届かず。オッケー。そしてランバーが真ん中からいく。ランバーが行くことによってここでレイジ状態になるんですよね。オッケーオッケーオッケー。攻めれてる攻めれてる。オッケー、一撃。オッケー、ナイス。よし 笑ってるけど、ナイスゲーム。よし、これで決まったんじゃないか。残りあと何勝。うわ、まだ5勝あるのか案外ね、実況してると普段プレイしてるより長く感じますね。さあ、ミラーディガーマスケット、ミラーディガーマスケット。ペンパイナパーポペンみたいだな。ディガーミラーマスケット。よし、ここはナイトで受け止めですかね。相手はアーチャーを使ったってことは、ダークプリンス、あ、違う、なんだこれは、何デッキなんだ、まだ読めない、まだ読めない。あ、バルーンデッキだ。バルーンデッキですね。いやらしい。うわ、どうすればいいってんだ、どうすればいいってんだ。これは終わったもう何もできない、これはさすがに。うわー、マジか。しかも大事なエリクサポンプまで壊されるという。きっつ、これ。三重子が来てないと何もできないスタートですね。うわー、きつかったな。こっから逆転できるだろうか。まあでも諦めたらそこで試合終了ですからね。いでよ、ダブルディガー。オッケー。あー、右押し、右押しいけど左は結構ダメージ稼げました。
レベル2のディガーが出るのがいいですね。右ももうちょっと生き残ってくれてたらすげえダメージ伸びてたはず。ちょっとね、ガーゴイルの群れでバルーンを処理するのが若干怖いので、三重種を早く回したい。さあバルーンがそろそろ来るぞ。来た、三重種急いでくれ、三重種急げ、お前なら間に合う。あ、間に合わない、間に合わない、これは間に合わない、しんどいな、正直しんどい。あー、やられる。あー、マジか、むずーこれはい、ということでやっぱね、バルーンデッキが強かったかな。昨日のコメントにもあったんですけれども、ちょっとドズル初回チャレンジはね7勝で終わってしまいました。ちょっと12勝できるようね、少し練習してから、次の動画を撮りたいなと思っております。ということで初めてのキングカップチャレンジ、こんな感じで終わりにしたいかなと思います。また明日の動画もぜひご覧ください。ということで今日はこんな感じで、ぜひね皆さん、コメントでちょっとこのキングカップチャレンジのね攻略法なんか教えていただけると、私もちょっと実践してみようかなと思うので、ぜひぜひキングカップチャレンジについてのコメントをお待ちしております。ということで今日はこんな感じで、また次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。